皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。皆さんは人と連絡先を交換するときは、何を交換しますか？前まではメールアドレスや電話番号が当たり前でしたが、今は LINE を交換する人が多いのではないでしょうか。また SNS の普及により、Instagram や Facebook などで連絡を取る、という人もいるようです。連絡先の交換は、なかなか気軽に聞けなかったり、特に異性には聞きにくかったりと難しい一面もあります。今回はそんな、連絡先に関するスレです。ぜひ最後までご覧ください。Y、LINE かインスタ教えてくれメンス、女子、やってない、これ。どうすればいいんや、大学のゼミとサークルの業務連絡するとき必要なんやが教えてくれないんや、学業に支障をきたしてて困ってる。ショートメッセージするから電話番号教えてって。ちなみに電話番号とキャリアメールのアドレスも教えてくれないんや、連絡手段がなくて困ってる。ネタがどうか微妙なやつやめろ。ネタじゃなくてガチや、ゼミとサークルのグループラインがあるんやがワイは招待されてないんや。一致はハブられとるんや、たとえ業務連絡のみの関係だったとしても連絡先交換したくないんやろ、悲しいのはわかるけど認めろや。ワイ何も悪いことしてないんやけどな、なんでこうなるんやろか。整形してから聞けば教えてくれるやろ。そんな金とメンタルないわ。業務連絡いらんってことちゃう。それやとワイが困る、連絡が来ないから。困るのその女やろ、ほっとけ。それがワイ以外はグループラインで連絡取ってるんや、ワイだけが困ってる。くさ。向こうからしたら一気に知られることで支障をきたすんや。そうなんやろうけど、ワイだけグループ課題の進行具合がわからんのが困るんや、ワイ以外はあきこまに集まってディスカッションしてるらしいし。他の人から教えてもらうからお前からの連絡はなくて結構ってことだろ。ちゃうねん、サークル長とゼミのまとめ役が女子やねん、だからワイだけ連絡が来なくて困ってるんや。学生かに言えよ。そんな情けないこと相談できんわ。ゼミとサークルの7割が女子なんや。それで男友達がワイに個別に連絡してくれるんやが、グループラインで済むのにわざわざワイに電書バトするのを面倒に思ってるらしくて、こっちも申し訳なく思ってて辛いんや。つかキャリアメールのアドレス教えないってことはフリーのメアドは教えてもらってるんやろ、それでいいのでは。G メールも Yahoo メールもやってないらしいんや。じゃあ知り合いの〇〇さんに業務連絡するからそいつから聞いてね、でええやろ。それが Y のトッモが Y だけ個別で連絡するの面倒くさいって言ってるらしいんや。それで最近そのトッモからの当たりがきつい。トッモからもそのクソ女に言ってもらえよ。トッモ自身から迷惑してるからとっとと教えてあげてくださいって言ってもらえばさすがにくれるやろ。そのトッモ気が弱いから言えそうにないと思うわ。一気がハブかよ、強く生きろ。学業に支障きたしてるんや。グループディスカッションとかグループ課題に混ざれないから、発表会とかどうすればいいのかわからん。グループ招待してもらえばええやん。それが招待してもらえないんや。ディスコードとかスラックとかテレグラムとかあるやん、情弱か。これを機に始めるしかないか、LINE かインスタでええやろって思うんやが。LINE もインスタも教えてくれない、おわ、やってないのにディスコードやってるなんて聞いたらなんだこいつってなる。かわいそう。本当に困ってるわ、グループレポートとか Y の知らんところで進めてるらしくて、Y だけ蚊帳の外や。なんでそんなことになんねん、何をやらかしたんや。インスタやってないは全然ありえるけど、今時 LINE 使ってない学生なんてほとんどおらんから察しやね。せやね、女子だけはなぜか LINE 教えてくれないわ、男子だけはなんとか教えてもらってる。普通に一致かわいそうでくさ、まあ Y はぼっちなんだけど。Y もいつもぼっちや、中学以降はずっとぼっちやから慣れたわ。友達もめんどくさいって言ってるから、連絡先教えたくないならもう業務連絡しないけどいいよね、自分で情報取りに行ってね、で終わりでいいだろ。それがゼミのまとめ役が女子やねん。Y だけ連絡来ない感じやから Y だけ困るねん。お前もうサークル降りろ状態は草。サークルで何やるか教えてもらえないから、毎回 Y だけ浮いてるわ。絶対釣りやろ。普通スラックでゼミ用ルーム作るし、オフィスにもそういう機能あるのに使わないわけない。これはエアプがネタで書いてる。ほんまやで、Y のゼミやとそういうの使ってない。かわいそうやけどこういう察しの悪さも一因なんやろな。せやろな、空気読めないってよく言われるわ。一気がハブかよ、女さん一気追い出したいんかな。女子が Y にだけ露骨に冷たいんや、何もした覚えがないからお手上げ状態や。そんなやからもう連絡しなくてええやろ。サークルはええけどゼミは単位に響くからきついわ。めっちゃキモいんやろな。一応髪型とか眉毛とか鼻毛とか髭剃りとか体臭とか口臭とか気をつけてるんやけどな、なんかキモいって言われるわ。目線やろ。アイコンタクトってことか、よくわからんわ。
Y が疲れたひどい嘘は、グループ LINE でその子がいるのに、直接 LINE 聞いたらやってないって言われたこと、その後グループ LINE から友達追加したら普通にブロックされた。ひどくて草。それもなかなかきついもんがあるな。ここまで来ると釣り臭いわ。それがほんまやねん、釣りであってほしいレベルでハブられてる。どうやったらそこまで嫌われるのか気になる。Y は何もしてない、ただ中学高校と女子からキモいって言われて避けられてたのは事実やな。他のみんなはキモがられないようにいろいろやってんのに、一気は何もしてないんやったらそりゃキモがられるやろ、としか。大学生になってもいじめってあるんか。ちなみに自動車学校でもいじめられてたぜ、中高の同級生に遭遇しちゃって大変やったわ。友達にグループ LINE 招待してもらえんのか。招待してもらえないんや、何か女子たちが Y と LINE で繋がるのを嫌がってるらしくて男子も察して招待してくれない。学生生活に支障をきたしとるし、学生サポートに連絡すりゃ一発やろ。なんて相談すればいいの、ゼミで女子からハブられて困ってます、っていうのか、さすがに辛いわ。一気抜きで発表した方がええもんできるんやろ、黙って見守っとき。みんながステージで発表してるとき Y はどうすればいいのかわからんわ。ツイッターにでも書けば大ごとにできるんやないの、お前に落ち度がなければ、かわいそうやけどいじめやんそれ。言うて女子から無視されてるなんていじめだと認識されないやろ、男子からは何もされてないし。一気メンタル強いな、ようやっとる Y だったら即引きこもるわ。言うて大学以外は引きこもってるで、バイトもしてないし。Y も似たようなケースに遭遇したことあるけど、女になんで教えないか聞いたら、〇〇くんに教えたらいちいちめんどくさいこと送ってきそうだもん。って言ってたな、一致もそういう気配ありそうやん、なんじぇでぐちぐち言ってさ。グーの根も出ないわ。その男子に招待してもらえよ。女子たちが LINE 知られたくないって理由で、男子もグループ LINE 招待してくれないんや。女子側も人間の心なさそうだな。それほど嫌われてるのか。どれほどブサイクならそんなこと言われるんや。似てると言われたことのある有名人が、ジミー大西、プラスマイナス岩橋、めちゃイケのさんなかこんな感じやな。きついな、でも2、3人味方してくれても良さそうなのにな。あらゆる性的な行為をやめろ、エロ本も見るな、ギラギラしすぎてるんじゃね。他の同性かその子と仲の良い人に任せればええやろ。それが最近男子からも存在な扱いを受けてるんよね、何もしてないんやけどな。ゼミの教授と学生課に通報すれば解決やんけ。とりあえずゼミの教授に相談はしようと思ってるわ。さすがに学業に支障をきたすのは困る。昨日のあれから諦めてなかったのか。支障何もしていないわ、絶対なんかしてる。空気読めない？ぼっちのくせにピーピー騒いだりするんか。むしろ無口やな。お前とやるラインは、ない。ちょっと顔見せてよ。デジタルタプーやや。ゼミは何人くらいなんや？12人やな確か、男子4人や。電報かモールスで行け。絶対何かやらかしてる。仕切ってる女に、公衆の面前で土下座して入れてもらったらいいねん。LINE 強制な時点で学校がシステム構築サボってる証拠。やだ、まるまるくんちょっと怖い雰囲気あるよね。なんかジロジロ見てくるし、一同、だよねー、こんな感じだろ。お前ハブられてるからって無意識にジロジロ見まくってないか。あれを3週間ぐらい禁止しろ、見るのも禁止。美味しいポジションじゃん。優しい断り方やん。何もしてないって言うけど絶対何かしてるぞ。LINE ぐらいなら交換してくれるやろ。大学のメールとか、Teams のアカウントとかって、同じ大学なら教えてもらわなくてもわかるんじゃないの。G 禁止3週間ぐらいあれ、あと筋トレ、異性の写真集もアニメも禁止な。一致と会う時だけやってないだけや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、2ちゃん放送局でした。